天皇は、784年都交通の弁が良い長岡京に遷都する。しかし、遷都の中心であった藤原の種継が暗殺、犯人を沢良親王として自害させる。沢良親王の死後、桓武天皇の身の回りで不幸が起こりまくる。縁起が悪いので794年平安京に遷都した。